30年前ですね、米軍キャンプ周り、よくやってたんですけど、横須賀、立川、
ふるさとか、そういう、まあ、富士キャンプとかね、そういうところでこの歌を、歌うと、その時は、まあ、ボーカルがいたんですけど、まあ、米兵がもう総立ちで合唱するんですね、一緒にね、やはりこの歌は、米軍キャンプの、米兵には、かなり刺激的な、歌で、興奮するみたいです、すごい受けるんですよ、これやるともう何百人うわーって総立ちでもビルに乗って一緒に合唱して怖いですよね。こんな大きいのがもうドカドカってステージまで飛び乗ってきますからね、そのくらい受けるんですね、日本だとそうじゃないですね、ちょっと違いますね、やっぱりベトナム戦争の影響があるんですよね、